皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の28日21時です。ゴジラマイナスワンの、山崎隆監督や、スタッフの方たちへ、1月下旬、ワールドビジネスサテライトを見ていた時に、まあ、夜の方ですね、ゴジラマイナスワンが取り上げてってもらっていて、で映像が流れた時に、まあ、日本の映画、3作品、ノミネートされた時の映像ですね。その名前が出てきた瞬間にスタッフの方たちと大喜びされてるところへ、まあ、心の声でおめでとうございますと、皆様ご苦労様ですと、そういうふうな内容を、まあ、お送りいたしました。その時に山崎隆監督が周りの、スタッフの方たちに、君たちにも言ってるからということで、伝えてくれていたのを覚えています。でその後その、ワールドビジネスサテライトの、その大江真理子、まあ、月曜日と火曜日担当しますけども、地上波の方、そこで、それが本当なら合わせますっていうことを言ってるんですが、そのスタジオとかで会うんだったらいいんですけども、その正直僕、山崎さんの顔を長い間認識を得ていられるかって言ったら、それはもうほぼ不可能であって、なかなかのテレビ出演とかされてるわけではありませんから、なかなか私としても認識しづらいで、これは、まあ、髪型うんや顔が変わる現象まで込みだと、まあ、予定を組まない限りほぼ不可能なので、まずもうこの辺りを歩かないでください。でこれはなぜかって言いますと、その私の家の横や私が歩いてるところの横とか、まあ、もしくはどっかで、まあ待ってていたりだとか、そこでお互いに声をかけるようなことがなかったとすると、後でやっぱり落胆っていうものがあるのと、あとその日に例えば山崎隆さんが会いに来るっていうその予定がなかったら、何を話するかっていうのを、考えておくことができない。だから何からまず話するかっていう部分がない限り、分かったとしても声出しづらいっていう部分があるんですよ。声かけにくいっていう。で、まあ一番、まあ辛いパターンとかが、まあ自分の横を歩いたりとかして、結局、しっかりとした話し合いが何にもなかった。声をかけても返答がなかったりだとか、僕から。で、お互いが声をかけなかったとしても、まあ、家帰ってから、例えばあの時横通り過ぎたのは山崎監督だったのかとか、その辺のことに関しては、辛い思い出にしかならないんですよ。それは安倍晋三さんの時もそうでしたし、その2021年12月2日なんですけども、シーマという車種の車に乗って、僕の自宅の裏手の方に、まあ、車止めて、まあ、僕が買い物行き始めた時間帯に車から降りてきて声かけようとしてくれたんですけども、分からなかったんですよね。顔がまあ綺麗な時の顔ではなくて、まあ顔が潰れてる時の方の顔で、まあいろいろ映像の記録とかを見てると、まあみんなそうなんですけども、顔がちょっと変わっていたりだとか、大幅に変わってる時は大幅に皆さん変わってるんですけども、あとまあ髪型だとか身長とかそういったところとかも頭に入ってなかったらっていうのもあるんですけども、まあ安倍さんの場合なんか普段国会議員として、仕事されてる時は髪型がきっちりしてる、でプライベートの時は、ラフな、髪型になってる、つまり髪型が一致しないんですよね。で身長とかも頭の中入ってなかったので、まああと僕は目の視力は弱いので、特に夜間なんかはそうなんですけども、正直2メートルぐらいの距離まで入ってもらわなかったら顔を見ても認識できないんですよ。だからこれね、
の人とかも、いや、わかるとか言う人いらっしゃるかもしれませんけども、例えば、メガネかけて 1.0 あったらとか、ただね、これ、例えば自分に好きな人がいた時とか、街中とかでその人を思い出したりしてる時って、例えば後ろ姿とかで、連想するようなことがあるじゃないですか。それと同じで、実際声かけてみたら違う人でしたっていうことが多々あって、その内容で、まあ、自分から声かけて違う人だったっていうことは僕もいっぱい経験していて、まあこの方法をたくさん皆さんが使われてたので。で、それに対しても、まあ僕も参ってるんですよね。だから、その会うとするのであれば、そのスタジオとかで、話すると、まあそういうふうな形に留めておいていただけないでしょうかと。まあこういうことをですね。安野さんとかが来ていただいていて、この辺で、宿泊していたっていうのは、後から分かった方で、ただその時、安野さんが、まあ、警察官の方へ通報してくれてたみたいで、どっかで見たことあるなと。まあ、分かったとしても、通報してる時ですかね、周りに警察官の人がいて。だからそこで声かけに行けるかって言ったらなかなかそれも難しいっていう状況でしたね。だからまあ、まあ映画業界の方でしたら、まあ顔を合わせることあるかと思うんですけども、まあ安野さんとか宮崎駿さんや、まあガンダムの富野さんだとか、まあお会いしたら、まあ私の方がいつも良い作品ありがとうございましたと、伝えておいていただけたら幸いかなと思います。まあ、たまに、まあ、こういうことを考えていて、まあ、頭の中で言ったのが、山崎隆さんも、やっぱり監督されている方って、それ相応の年齢じゃないですか。で、なんとなくこう思うんですよ。山崎さんも、もう僕と話することなく、生きてる間に会うことはないんじゃないかなっていうのが、まあほぼほぼ僕の感覚なんですよね。それは他の多くのものにも当てはまることであって、まあ、自分の中でもなぜスーパーコンピューター K や富岳が神戸に置かれているのかっていう、そこの謎も確定的な記憶っていうのは戻らないんですよね。二十歳ぐらいの頃に何か言われてたんですけども、まあ置いてるだけでとかも思う時もありますし、だけども少なくともスポーツ業界は僕を中心に動いてますし、良かれ悪かれですよ。その例えば国内で優勝しなければならないにしても、それ相応の、代償を払わなければならない。それが、多くの時間であったり頭の中を貸したりだとか、それ相応の努力だったりだとか、だからそれは並大抵のことではないですし、まあ、だからこそまあ勝ち得たような気持ちにもなり得るんですけども、まあ国際戦もそうなんですけども、ただ途方もない時間が流れている。そして肝心要の河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、蒲田発電、マグマ発電、この辺りが全く何も進んでいない。まあそのことで大いに悩んでいますね。だから今僕に必要なのは、そういったことを話し合える、まあ仲間なんですよね。で、まあ、望ましくは僕と同じぐらいの世代の方と、まあ山崎さんのような、まだ現場にあと何年か、残っていらっしゃる方と、あとは私より、まあ、10歳ぐらい年下のもの。この3層のものたちで
そのエネルギーの残存量問題とかを本気で、解決に向けて取り組む考え方で生きていける方が私にとっての、まあ、仲間になると。まあそういうふうな人たちがいれば、その友達みたいな、まあ、友達に近いような形でいればいいんですけども、うん、まあ、この辺の話について話す相手は一人もいないんですよ、ずっと何十年も。で、うん、一人でずっと悩んでる。で、一人で行動してる。で、一人でもがき続けて、うん、答えがまだしっかりとした、進めていけるだけの答えは見つかっていない。これが現実なんですよね。あと、そうそう。あと、監督で言ったら新海誠監督。だから、まあ、そこは無理やり巻き込みたいところなんですけども、無理やりでも。まあまあ、本人も、うん、まあ、そうしなきゃならないなっていうのは、ちゃんと僕のホームページ、淡井圭介の力36番などを見ていただいたら、それは理解できるかと思います。まあ、国連はそのつもりなんですけどね、そのエネルギーの残存量問題に対して、この間の COP28、昨年12月ですかね、2019年のその化石燃料の、消費量に対して、2035年には 60% 減を目指しましょうって、これは化石燃料とは石油とか石炭とか、もちろんあの原発の元であるウラン鉱だとか、こういったものすべて含めてなんですよね。それは途方もないハードルであって、ですので、そのホームページは YKS 君力の36番に記載している3つの3本の矢と、それを3つとも達成しなかったら無理なんですよね。ただ、それは現実的にできそうかできなさそうかって言ったら、その辺のところ割り切った根性があったらいつでもできることなんですよ。その根性あるかどうかなんですよ、結局。仕事に、最終的に仕事にこだわるかこだわらないかみたいなことになってくるんですよ。世界中の人は。まあ、あとは給付でのバランスを整えたら本当はいいだけだったになるんですよね。だからまあその辺のところに関しても、うん、まあ新海誠監督に描いていただきたいなという思いがあるんですけど、アニメ関係とかで、うん、まあまあ、うん、まあテレビを見ていてこうわずかなら僕は潰れない要因として僕のことを気にかけてるくれる人たちが自分の声によってね、その返答することによって僕のことを気にかけてくれてる人たちが存在するっていうのが、まあ僕の支えですね。うん、だから、やっぱり、みんなにも言ってるからって言ってくれた時が、やっぱり嬉しかったですね。まあ僕のことを理解してくれてるんだ、知ってくれてるんだっていうことで。まあ、作品に関しては、まだ見てないんですけども、期待しています。まあ、金銭的な事情で、そう、しょっちゅう映画館も行けませんので、まあ、もしかしたら、レンタル、DVD などで見るのか、それか、まあ、アベマだとか、アマゾンプライムビデオだとか、まあ、そういったところで見るんじゃないかなとは思います。この間見たばっかりなんですよ。キングコング対ゴジラを。で、ハリウッドの方たちもすごい、気合い入れて作ってくれたなと。それはまあ、最近、YouTube の、無料の、プランが、期間があって、まあ、一時的に、それはボクシングの試合の勝ち負けで、まあ、寺地、ケンシロウ選手などの試合があったから、一時的に、無料期間があるから、そこに、まあ、一旦加入するような形で。で、その中で、キングコング対、キングコング対ゴジラという名式でよかったでしたっけ？
まあ、それを見させてもらって。で、新仮面ライダーも見て。まあ、庵野監督が関わってるところとか、まあ、自分が関わって来られた方の作品は見たいなって思ってますんで、まあ、仮面ライダーもすごく気合い入れて作ってらっしゃったので、まあ、やっぱりすごかったですね。最新のやっぱりグラフィックと、表現力。まあ、ああいうふうな形で描けるんであれば、もともとのその昔の漫画アニメとかを、まあ、リメイクをするような形で、良作さえ世の中に残っていけばいいな、海外に売っていけばいいなっていうのが、僕の中にあって、そのジャパンクオリティっていうものを追求していて、日本が作る映画だから絶対に外れではありませんっていう、まあ、その辺のところはもともとホテルマンをしていましたので、そのお客様からの信頼を、信用を得ていることっていうことがいかに大事かの部分ですね。それがあったらお客様は離れませんよっていう部分ですね。その辺のところでジャパンクオリティっていうのは大事にしたいし、かたやエネルギーの残存量問題、これを進めなかったら根本的に人類が滅ぶのであって、まあ、その辺のところで悩ませていますね、頭の中。まあ、普通に僕に電話をかけていただけたりする分は全然問題ないんですよ。だけども、それを皆さんがしないっていうことは、何か芸能界として、テレビ局として何かのルールがあるんでしょうね。国会議員の人も僕に電話をかけないですから、僕に電話をかけてくれる人間は一人もいない。だから何かのルールが出来上がってるんでしょうね。まあ、その辺のところはちょっと僕には深くよくわからないところなんですよね。だけども政治経済の部分で私は世界に大きく関わっている。まあ、映画業界もそうですけども、ハリウッドもそうですけども。まあ、その辺の謎に関して、だんだん、もう山崎さんとかも、何かこう明確なその理由っていうのを誰かから聞いたことがあるかどうか、まあ、その辺のところも知りたいのは知りたいですね。組織としての口止めがなかったらこうはならないと思うんですよ。だけども、そこに理由、明確な理由と根拠があるのか。まあ、裁判でもそうですけど、理由と根拠は絶対必要になってくるじゃないですか。明確な。だけども、それがなかったとするのであれば、案外調査した世の中大体そんなもんなんですよ。会社とかで。変なルールが会社内とかで出来上がっていたりとかして、その理由と根拠を突き詰めていったら、よくわからないっていう答えになったりとかするときあるんですよ。え、こんなことで？とか。まあ、その辺のところ、もし分かったら、まあ、スタジオ内でも結構ですし、教えていただきたいな、とは思っています。ということで、今回は、これぐらいにしておきます。長々とご清聴ありがとうございました。まあ、これからも山崎さんの作品に、期待していますし、まだ見てませんけども、その、プロモーションビデオって言ったらいいんですかね。その予告とかを見る限り、ああ、ゴジラ、マイナス1、1も、これはきっと素晴らしい作品になってるだろうなと。まあ、今のそのコンピューターグラフィックを利用した、そのコツ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 とした、積み上げていった、その作業が結局高いクオリティを生むと。まあ、どこの業界にしても努力、努力、努力。まあ、こういったことになっていくんじゃないかなと思います。マイナス、ゴジラマイナス1、まあ、見れる時が来たら、楽しみにして、見させていただきたいなと思います。また見た後、メッセージ、YouTube でアップロードして、公開しようかなと思っています。その時に見ていただけたらなと思います。まだだいぶ先にはなりそうなんですけど、以上です。まあ、スタッフの皆さんを含めて、見ていただけた方、長い間
清聴ありがとうございました。もし私と近い年齢の方とか私より10歳ぐらい年下の方たちとかいらっしゃったら、僕のそのエネルギーの残存量問題の解決方法だとかどういうふうに昔から関わってきたかその辺のところを、まあ、深く理解していただけたらなと。で、まあ、山崎監督通していろいろ知り合いになれたらなと、思っています。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録とあと着信通知の設定とかしていただけたら助かります。あとは自分の、知り合いの方たちとかに、この人の動画は、まあ、こういう風なところ見といた方がいいとか、まあ、36番エネルギーの残存量問題についてとか見て知っておいた方がいいとか、まあ、そういうことを広めていただけたらなと思います。YouTube の、そのパートナーシップだとかそういったものが得られるようになったら、その YouTube での、ライブ配信ができるようになると。でそれがあれば、まあ、その場で、多くの方たちとさまざまな件に関して、まあ、質疑応答ができると。まあ、それはスポーツ業界のこともそうでしょうし、政治経済のこともそうでしょうし、まあ例えば今のニュース、政治資金規正法に関して、まあ、改革するだろうなどのキックバックがあったのは何だろうっていう話になってますけども、明確な内容っていうのは一つも出てきてないでしょ。こういうことに使いましたっていうところが。だからその辺のところで、僕と岸田さんとの受け答えでは、まあ、僕は突き詰めていった内容の中で、まあ、万博の件に関して、まあ、僕ももともと万博はいらないって思ってた方で、これはエネルギーの残存量問題的にも、今まで出してきた出し物を見てもらっても分かる通り、大した出し物なんかない。で、そんなことに、税金もそうなんですけども、大量のエネルギーを消費するっていうこと自体が、完全に、今の時代に合っていない。で、それによって、さらに高速道路を新しく作ろうとしたりだとか、つなげていったりだとか。まあ、そうすることによって余計エネルギーを消費する社会を作ろうとしている。これは絶対におかしいっていうことで、昨年、まあ、加古川、まあ、YouTube 一覧表の河川、水門開式ダム発電、地下水流トンネル発電のところで、加古川編の2を見てもらったら分かると思うんですけども、最後の方に、高速道路をつなげようとしている工事のところを撮影してるんですよね。で、それで、まあ、そこで僕は激怒していて、告訴ものだと、100人ぐらいもう告訴して、一回もうこれ、もう建築業界と、政府の動き一回もう遮断せなあかんと、まあ、そういうふうなことを言い始めて、それから、自民党の人たちの、その、ああいうような政治資金の件についての、捜査が始まってるんですよ。で、万博に関しては、その、まあ、経団連の徳良さんが代表で、まあ、万博の委員会の会長ですけども、500万枚のチケットを確保しただとか、まあ、そういうふうなところの記事は今まで出てるんですよね。で、結局、責任問題云々になったときに、その、政治家の人たちのお金を使ったのかどうか。政党交付金とか、だからその辺のところがもしあるんだったら、公にしていただきたいなとかも思ってるんですけども、まあもちろん、あの辺のところは、世の中に一切出てきてない。だけども、その、岸田さんはニュースの中で言ってるんですよね、僕へのメッセージで。万博の件もあるっていうことは、短くパッて言ってるんですよ。だから、人によって金額が大きく違いますし、だからそういうふうなニュースのこと、僕が言ったことに対して今どう動いてる世の中がっていうところ、その辺のところを明確化にして伝えなかったら、本当のことがみんなわからないまま、まあ、まだ僕もその実際書類見なかったら僕も判断聞かないんですけども、その辺のところで、まあ、ぼやっとぼやけてるようなところ、いろいろと皆さんに知っていただけたらなと、なぜそうしなければならないかなと。だから、まあ、そういうようなライブとかができたら、エネルギーの残存量問題とかに関してもそうなんですけど、広く
まあ、伝わらなかったらどうしようもないというところですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録者数が、まあ、今日で490人まで達したところで、まあ、まだまだっていうところですね。まあ、チャンネル登録者数が1000人超えない限り、その一つ、過去365日を遡っての再生時間が3000時間とか4000時間を突破して、やっとパートナーシップなんですよ。あと、チャンネル登録者数が、まあ、500人か1000人かなんですけども、ちょっと、二通りのパターンがあるんで、そのパートナーシップがその500チャンネル登録者数500名以上で3000時間を超えたらなのか、1000名で4000時間を超えたらなのか、ちょっとその辺のところも僕も自分で達成したことがないのでよくわからないんですよ。で、まあそれができたら、うん、いろいろと世の中のことをまた一つ理解できるように私が まずなりますし、まあライブとかでニュースの内容とか、いつ僕はこういうふうに言ってとか YouTube にアップロードしてこうなりましたっていうことをちゃんとお伝えしていけるんじゃないかなと思います。だからその辺のところで社会全体がどう動いていくかっていうところも聞いていたら、まあ、読める方は読めますね。だから今の株高に関しても極端におかしいんですよ。もうバブルが崩壊する頃の同じ株高になっていて、人口はずっと縮小してますから絶対にありえないんですよ、そんな状況。普通に考えてもらったら分かる通り。だから異常なその根拠のない株高でエネルギーの残存量問題に対して、まあ、強く対応していかなければならない。それは自動車の生産台数が例えば2022年かな、生産台数が8500万台。これはトラックとバスについて EU の一部の国だとか南米の国の生産量を含んでいません。だから1年間でそんなむちゃくちゃな量作られたらどうなってるかって言ったら、世の中に15億台、まあこれはトラックとかバスとか全て含めてなんですけども、車が出回ってると。で、その急に生産量を一応僕の目標では100分の1に世界中生産量をここまで落としてもらわなきゃならないと。で、本当はみんな電車バスとかで移動できると。どうしても仕事で山の中とかに通勤しなきゃならない人とかだけが車買えるだけの社会にしなかったらこれは無理だと。で、それも電気自動車化で、まあできるだけ軽自動車。基本的に身長170センチぐらいの人だったら軽自動車でも十分乗れるじゃないですか。でそういう社会にしなかったらもう無理なんですよ。資源の量とかを考えると。で、エネルギーの消費は、急にその生産量を100分の1にしたとしても、新車で作ってしまった以上、まあ10年間ぐらい乗ったりするじゃないですか。じゃあ、消費はいつまでたっても、どちらかというと拡大しっぱなしなんですよ。例えば2020年だったら700数十万台で、だからたった2年間で1000万台近くもう生産量増えてしまってるんですよ。これが世の中の現状で、発展途上国は先進諸国化していって、もう手に負えない状況になってる。まあ、その辺のところは僕のホームページ読んでもらったらわかると思うんですけども、まあ36番とかを軸にして、まあ説明欄とかを読んでもらったらどの辺が重要なのかなっていう、だんだん僕はなぜそういう考え方に行き着いていったかっていうところもわかるかと思うんですけども、まあそういうふうなことも説明して、社会人のその20歳以上の人はそういうことが何も見なくても普通に喋れるような世の中にならなかったら結局何も変わらない。だから今の、まあ僕の代ですでに今のこの状況だったとするのであれば、多分輸入ガスに関しても石油に関しても僕が60歳ぐらいかそれまでに極端に輸入量が制限がかかってるような状況になるでしょうね。消費が拡大しっぱなしですから。で今のところその消費を抑え込める見込みがないんですよ。まあテレビ局のその司会者の人とかでもその車の生産台数とかを分かってない人とかもいますし、一部のインターネット記事かもしくは
テレビの放送を見て、大きく、誤解してる人たちも存在します。喋ってる人たちが、テレビに出てその報道とかで喋ってる人たちがいい加減な情報とかを平気で放送するようになってしまって、しっかりとした内容を分かっていないんですよね。ほとんどの人がそうなんですよ。例えば報道ステーションでも今年放送されたのは世界全体で出回ってる車10億台なんですよ。で、こちらでしっかりと調べた内容、どこそこの国はこの年、何台車を作りましたっていうのが、乗用車と、バストラックという分野に分類されてあって1の位まで表記されてるんですよ。そういう正確なデータを見たら、まあ多分こちらの方が正確だろうなっていうので、まあそこでは15億台出回ってますっていうことになってるんですよ。で、車を解体してるときって重機で車を解体しますから、やっぱりすごく、ガソリン消耗しますし、そもそもそういう重機を作るのに大量のエネルギーが消費されてますから、その極端な消費の社会から抜け出さなければならない。だから そこはもうオリンピックとかも必要ないですし、まあ、その辺のところは36番見ていただいたら分かりますね。まあ、他のところとかよく見てもらったら、河川水門開始式、ダム発電、地下水流、トンネル発電、かまど発電、マグマ発電がなぜ必要なのかっていうところも、マグマ発電はまあ55番とかに記載されていて、まあ、YouTube 一覧表でもまあ載せてますね。そこの意味とかをまあ見て理解していただけたらなと思います。あんまりまあ長々と話しても、全部が全部は伝わらないと思いますので、まあ皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。